したのは花組のケヒ、その脇に繋げる VTB、 レイジーキャッツコスモはここでメンバー脱落。さあ戦国ゲーミングはディアディンドンディラハンに包囲網を引いております。さあ低いポジションからグレネード決まる、ザンズのグレネード。さらにブロストもサイドからいつ出てきてもいいように抑えております。1回分が固定突入していくか、さあスペクターが外にいるザンズをまずは落としきることに成功。その間にブロストが1キル、さあスペクター下に向いていきます。オルカがダウン、そのまま戦国へ押し切りたい。スペクター粘れるか、まだ粘る。さあここで戦国がこれはすぐ目の前ズーペンギンあ気づかれてそうですね。ですね、後ろ見てますね。グレード、レビュー逃げられない。さあ花組ストレイチがかなり苦しい。カツバルギはダイキリスも打ち抜かれた。2チーム相手にはできなかったストレイチは。さらにクインテッドレブリーもそのまま落とされる。いやうまい、スモークの間抜いた、あと1名。さあレイト1-1、確実にキルを取りに行きたい。わっただ取り切った。いやパウグルのアーズモンからだ。グリムライツレッドセルが脱落、わからなくなった。あと1人1個1キル取りたかったが、なんとか美味しいとこを次々取っていったパブグルラーゼホンのドンカツとなりました。 GG エースワンディライト高台部分に向けての銃撃、花組ストレイチアが一気に押し込んでいく。ケヒがダウンからの自身もダウン、そのまま押し込んでいく。オージスエースワンディライトここで敗退。カナリアンが銃撃を受けています。チャイブスが全くない状態、ウエロが狙うがカバーが入っている。モリモリのカバーが入る。一旦ブエロが下がります。モリモリもここは深植えはしませんが、サイドからのボルテックス出ている。ズーペンギンを撃ち落としていきたい。そこからレイジーキャッツコスモ押し切った。キーキャッツコスモ、おお一連タクショーいった。車両に追いながらスモーク1名脱落、まあまあ落ちる。ただ3名入った。そのまま隣の子が愛している。体力が心もとない。クレイジーキャッツコースもマオが倒れます。そしてグレネードが刺さり、カナリアンもダウン。うわ見つかった、モリモリもダウン強引な突入ではありましたが、これで3名ダウン。さあ残るは1名ボルテックス、カナリアン起こしに行きますが銃弾を受け、ここで立ち直るんですが、戦国ゲーミングの魔の手によってクレイジーキャッツコースもここで脱落。詰めてきた、ユーシーフランク見えた。オルティの頭が見えました、ソウルマン。ただここは撃ち抜くことはできません。2対3、シックスセンスが横から入ってきた。ここはいいカバー、ソウルティがダウン、ユーシーブランク、これで2名。ただグレネードがうまく入る、ソウルマンがここで脱落。さあシックスセンス残り1名、横から一度気づかれていない。マッシュが打ち抜かれる。これで 1-1、 活気の取りに行きまして1ポイント。さあレオが正面、打ち合いはUSC ブランク。おっとここはインコとの対面、勝っていくのインコ、やはり今回大活躍。レオがサイドのブロスト打ちに行くんですが、ここは USC ブランク脱落となります。戦国ゲーミング渡しておかず。さあクリームロック生き延びた、お土産を持って帰ることができるのか。ワンオンスリー正面、いやー素晴らしい、インコが強い。ラウンド2見事ドンカツを獲得したのは戦国ゲーミングとなりました。 GG 走りたい、ザッツザッツ。おかなり体力危ない、ショーケン選手。ズーペンギン後ろからジュッ、打ち抜いた。大川ヘッドショット、速い突入する判断。さあキムチ機械レディア見えていない、奥の部屋すかさず伏せて取り切る。スカーズセカンド、やはり打ち合いが強いいいと思いますが、おおこちらグリムナイツレッドセルのグレネードログ、残るはシックスフィアちゃん。そしてもう一つヘッド、グレネードはちょっと遠いがフィアちゃんも隠れることがもうできない。スカーズセカンド現在4名残っています。そのまま前出てグレネード、狙う先はユーロバッチリ見えている。方向はバッチリ、ただ取りきれない、ダメージは出ている。1人そしてもう1人、これで2ダウン。そのままランページブロスト6キル獲得、来ましたね連続。いややってきた魔王、いやグレネードワンダウンのワンキル、スナックのグレレオ選手を、レオ選手を挟んでスローフレイクス VS クレイジーキャッツコスモなんだこれ。レオ
オ選手から打ち抜かれるが、ただセナック選手も足音を出したくないからゆっくり見合った。レオは取った。そのままクレイジーキャッツコスモ中央を抑えていたということもありまして、クレイジーキャッツコスモのドンカツとなりました。 GG、 もう見えてもおかしくない距離。横から一方的に打ち抜いていったフロディのキル。出さず降りて仕掛けるインコ。ただ迎え撃つ準備はできていた。お、ドラゴン前、ただ少し迂闊だったか。隣のカーブあのままクレレート。おっと、お詰めていった。サイドイキリッシュ選手逆方向、加えてセーフゾーン外。木の影グレネード、グリムロック19でも返していきたかったんですが、ここでフィアちゃんに打ち抜かれまして、アルカナ脱落となります。おお、クインテッドデブリもここで突入です。スノーフレックス迎えていきます。現在ワンダウン、ただそのまま押し切ります。クインテッドレブリー勝っています。オルティが打ち抜いていきまして、そのまま1キル1ポイント獲得。クインテッドレブリーこれで1名脱落です。テッドレブリーとしてもここは耐えたい。ソウルマンがダウン、それを機に一気に前へ出る。サイドから回り込んでいくのはブエロ。スモーク内に向けてグレネード、ダメージは出ている。残るはワクシー、入っていったところにグレネード、決め打ちとともにワクシーに対するプレッシャー。クインテッドレブリーがここで脱落。ズーペンギンが勝ち切ります。ペンギン突っ込みましたね。向かう先はディアリンド・ディラハンの方向。うわ、車両残していたので前へ出ますが、プレスゲーミングラピッドから車線が通っていた。オーマイゴー、ディンドン・ディラハンも絶対絶命。グレネードで外へ出てくるなと追い込んでいきます。エース・アンディライトもシベリアが残り1名残っています。国が1キル獲得しますが、レバーからここは見られまして、プニが脱落。ディアディンドン・ディラハンが脱落。クレイジーキャッツこそ伏せている。ワンダウン、ツーダウン。